立憲民主党はとにかく与党の上げ足取りに終始している、そういうことをする野党はそもそも必要ないと訴えたということです。神奈川6区には立憲民主党の青柳陽一郎氏や日本維新の会の伏田誠一氏が立候補していますというニュースがまず一つ。そしてこちらは産経新聞の記事の概要になりますが、自民党の山崎拓元副総裁は27日大阪府高槻市で大阪10区に立候補している立憲民主党の辻元清美氏の応援演説を行いました。山崎氏は小選挙区は辻元清美、比例区は自民党という立場だが理解をいただきたい、辻元清美氏が当選すれば日本の政治のためになると訴えたということです。同選挙区には自民党の大隈一秀氏や日本維新の会の池下拓氏も出馬していますと、それぞれなっております。はい、あのまあ武田さんのね、はい、応援演説は、まあ、まさにその通りですねとしか申し上げようがもうないですね。はい、で神奈川6区でしたっけ。そうです。神奈川6区ってどの辺なんですか。神奈川6区は旭区、保土ヶ谷区でして、うん、あのズーガシアがあるところですね。あ、はい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 、あの辺ですか。保土ヶ谷のあたりですか。まあ、ですからそ の,、ねその地域に初めて、はい、初めてじゃない、自民党が25年ぶり25年ぶりですよ。25年ぶりに、はい、候補者を立てたと。25年ぶりオリックスの優勝と一緒ですね。それはなどういう基準なのかよ。いや、まあ、たまたまですけどね。たまたま数字が一緒というだけですね。で今回も、全国で、いくつでしたっけね、要するにあの自民党が候補者立てない選挙区ってあるわけなんですよね、はい、例えば東京だと東京12区、まあ、公明党に譲っちゃったわけですね。もともと太田昭宏さんがそこは出てたんだけれども、太田さんがまあ引退されるということで、まあ、自民党としては公明党に対して、まあ一種のそのかつての紳士協定あったでしょと、太田さんが引くときにはこっち戻してくれるんだよねっていう雰囲気だったのが、新しい落下さんの人を送り込んできちゃって、それでまあ私友人でもあるんですけど高木圭さんはあそこで生まれ育ってずっと区議会都議会と地元のために働いてきたのに、全然知らない公明党の候補者のために今選挙運動やってるみたいなもんですよ。まあ、早い話が。そうですか。ちょっと信じらんないですよね。まあ、だから東京都連も大概なんですけれども、でも神奈川ではそういうちょっといいこともあったわけですね。そうなんですね。これもですね、うん、ちょっと、あの不思議なことにですね、まあ、不思議と言いますか、もともと神奈川6区もずっと26年間公明党が立ててきて、前の上田さんという方が平成29年に落選したんですね。でそして今年の総選挙では代わりに遠山清彦さんという方が、そう、で国替えをして立候補予定だったんですけども、緊急事態宣言中にあのクラブ活動がいろいろ指摘されて、でで辞職して、で公明党は候補者擁立を断念して、でまさかの自民党が候補者を立てるというですね、そういうことになった。そうで古川直樹さんはあの32歳かなんかで初当選してから、あのずっとあの最多得票を途中からずっとずっと続けてきてるんですね。ですから同じ横浜市議会の中でも、あの最多得票ですから、若いのにものすごい発言力のある議員として、しかも議員団の、ね、トップも務めてきましたので、もうミスター横浜と言っても過言ではない、そういう生活なんですよ。ですから当然自民党 の, あの党の中央とも、密接につながってますし、菅さんもですねずっと可愛がってきた、そういう方なんですね。で市議会の、ごめんなさい、市議会の中での選挙区はその6区です。あ、じゃあもう票持ってらっしゃる方なんですね。ただ旭区がもともとの選挙区なんですけど、保土ヶ谷区が加わるので、そっちではニューカーマーなんですね。で彼偉いのは26年間毎朝毎夕、ほぼ欠かさず朝立ち夕立ちしてるんですね。じゃあね、はい、そうです。だからもう旭区ではもう誰もが知っている、信頼されて、まあ、ただね、あの現職の立憲民主党が相当強いので、青柳さんという方が、もう2歩ぐらいちょっと遅れちゃってるので、ここ相当ちょっと巻き返、ここもし負けちゃうとですね、ちょっとあの、負けられない選挙なんです。ここはね、象徴的なところですよね。そうなんです。でしかも今回共産党とあれでしょ、立憲共産党だから、
そうすると、共産党候補を立ててないんですか。立ててないんですね。だから元々、まあ、現職、まあ、前職で強かったところに持ってきて共産党票が乗っかってるので、そういう部分ぐっと突き抜けちゃってるんですね、うん、なるほど。なのでここはなんとかですね、あの小選挙区で自民勝たせないといけないというところなんですね。それで私も応援に駆けつけてですね、街頭でですね、もう味噌汁理論をですね、とうとうと語ってきましたからまさかその味噌汁費用を言ったわけじゃないでしょうね。味噌汁の具については触れませんでしたちょっとさすがにその街頭にはそれはね、はいはい、別のレトリックで説明したんですね。もともと共産党もね、その、あの、五権五権と言いながら将来的には天皇をなくすつもりですからね、そんなもん五権じゃないわけですから、そういうおかしな話をね、いっぱいとうとうとさせていただきました、まあでもこの、FNN の、はい、先週末ですかね、の調査によれば、あの、まあ、自民党はちょっとその単独過半数は微妙な情勢だと言っていて、はい、まあ、当然ですから今276か76でしたっけ、はい、持ってるんですね。で、過半数が233かな、だから40ちょいは議席を減らすんじゃないかと、ということは、まあ、選挙始まる前から予想されてた感じかなというところなんですけど、一方じゃあどこを増やすんですかと言ったらば、やっぱり立憲共産のこの、立憲共産党ですね、これ結構強いんですよ、で両方ともがだからやっぱり議席を増やすんじゃないかと。それでね、そのやっぱりいろいろ聞くとですね、私も先週ちょっと、まあまあ激励も兼ねて、大阪14区の長尾隆さんのところとか、はい、あとはまあ新潟6区の高取修一さんのところとかね、公明党の推薦を得られなかった長尾隆さんですよね、はい、公明党の推薦、準自民党と呼んであげたいぐらいなんですけど、あのそうなんですよ。だからあそこもね、まあ、維新が強いわけですよ。だけど、維新のもう25年以上かな、その議席を持っていたものすごく強かった方が、あのちょっと病気を発症されて引退されたんです。それで次の選挙長尾さん楽に勝てるんじゃないかななんて思ってたんだけれども、前回の選挙で埼玉県で出て、もう全然歯が立たない形で落選した方が、あそこにポンと来たわけですよ。で今の情勢見ると接戦なんですって。でありえないだろうと、別に地元の人でもないのにね、なんでだろうって思うんだけども、ここはやっぱり維新マジックみたいなところがあって、あそこあの八尾っていうところ、まあ、八尾とそれから、はいはいはい、柏原、羽曳野の藤井寺というところなんです。つまり河内なんですよね。八尾の朝吉親分またそんな本投稿の悪名ですねそうですね、そうそう、それでね、その、まあ、八尾が、まあ、本拠地なんですけれども、あの維新の松井代表の出身地なんですよ、はあ、だから全然知らなかった候補でもあそこに来ると強くなっちゃうという不思議な現象が起きてるんです、どうします、この3番も触れときますか。そうしますと、そうですね、その議席数の云々ということで、ね、だから維新も結局ね、やっぱ自民党に対しても皆さん不満もあるから、はいはいはい、維新も、うん、まあ、ちょっと受け皿になって、まあ、増やすんじゃないか、ということも言われているんですよね、でこの調査が何の調査か知りませんけれども、はい、まあ、立民も伸び悩みっていうところで言うと、うん、だから微増という出てるところもあれば、そうじゃないと出てるところもあって、立民に関してはちょっとじゃあ読んでおきましょうか、うん、こちらですね、はい、共同通信社が衆院選に向けて23日から26日に全国の有権者およそ11万9千人を対象にした電話世論調査を実施し、取材も加味して終盤情勢を探りました。定数465のうち、自民党は公明党と合わせて国会を安定的に運営できる絶対安定多数の261議席を視野に入れるものの、単独では公示前の276議席から減らす可能性があると見られています。一方、立憲民主党は伸び悩んでいるということです。日本維新の会は公示前勢力のおよそ3倍となる30議席を超えそうな勢いで、公明党、共産党はそれぞれ堅調を維持しています。また投票先をまだ決めていないとした人が小選挙区で4割程度いる上に、接戦の小選挙区も多く、情勢は流動的だと共同通信は伝えていますと。やっぱかなり流動的ですよね、本当にね、はい、で確かにそれって、ね、各社で、ね、全然違う
う状況が出ていて、例えば朝日の調査先週末だったかななんかだと自民党は単独過半数いけるって出てるんですよ。ただまあちょっとこれ疑ってかからなきゃいけないのは、割合早い時期にこう調子がいいぞっていうと、はい、あの、はい、逆に行っちゃうっていうことあるので、しますから、ね、そう朝日新聞のことだからそれを狙ったかなみたいなのもあったりとかね、で自民党は逆に、まあ、あまり良くない良くないって言われてきたから、結構陣営を引き締めようっていう動きはあったり、あるいはねやっぱり安倍さんなんかものすごい応援演説言ってますよね。あと私やっぱりね今回びっくりするのは、やっぱ安倍人気って強いんだね。安倍人気ってすごいんですね。今だということですか、どこに行っても街頭演説も満館の人だかりですもんね、すごいですよ。そうですか、まあ、逆にちょっと岸田さんが多分応援行ってもね、そんなにそうでもないのかなとか、ごめんなさいね、まあ、これからということでね。そうそう、だからねちょっと、まあ、あの今頑張ってるって感じなんでしょうけどね。でも自民党にもやっぱり問題があってですね、そうやってその立憲と共産が組むでしょう、そうするといろんなまあ選挙区でちょっと聞いてみるとですね、何がすごいかっていうと、まあ共産党は例えば自分とこの頑張ってきた、ね、あの候補の候補みたいな人でもポーンと下ろしちゃったりできるわけじゃないですか。で何をやりだすかっていうと、今までは例えばその、自民党が出てます、野党の候補もまあ出てます、それで自分とこの共産党の候補も出てますってこんな感じだったから、敵が複数いたわけですよ、ところが立憲と一緒になってやりますよ、自分とか候補まで下ろしますよってなると、ターゲットは自民党の候補しかいないわけですよ、自民党を倒せってことなんですね、そうするとこの自民党の候補に対するネガティブキャンペーンをものすごいやるんですって。でそれもネガキャンといってもそんなに証拠が残るようなもんじゃなくて、口コミ作戦がすごいらしいんですよ。要するにね、例えばもうお年寄りが集まる場所とかってある程度あるじゃないですか、ね、そういうようなところにその共産党員とおぼしき人が行ってですね、もうその自民党の候補のもうあることないことを結構ブワーって言うらしいのよ。すごいんですってそれは。それはでこんなことが起きるとはと、逆に自民党の陣営びっくりしてるとかね、そういうすごい話をやっぱ聞くわけですよ。あ、共産党ってやっぱりまあ結構手段選ばないなと。それもまた一種の細胞戦術といいますかね。まあ、でそんなことがあって自民党の特に当落戦場でいつもね、あのギリギリで勝ってきたなんて言ってる人たちはやっぱ今回かなり危機的状況にある。で一方ね、つまりそれだけその立憲共産が組んだことによって一つの脅威になってるのにもかかわらず、自民党は各地で分裂を起こしてるんですよ。もうだからね、その二階体制の時からそうですけれども、今度の新しい甘利さんの執行部も何を考えてんだと思うのね。でそれが一番顕著に出てるのが東京の15区です。江東区を中心にした、秋元司さんがいた選挙区ね、で秋元さんが出る、無所属でも出るとか言ってたのを、まあ、出なくなったんですけれども、まあ、それをどうもその萩生田さんが説得したというふうにも言われているんですね。でその、まあ、じゃあ秋元さんが出なくなりました、まあ、元自民党なんですけれども、もう今自民党席はないですね、でじゃあどうするんですかとなった時に、今村博文さんっていう、まあ、この人は愛知県の人なんですけれども、まあ、この人に公認を出すと、と言っていたんです。で東京都連はこの人公認ねっていうことでいたらしいんだけれども、で自民党本部もこの人に公認を出すと言っていたのにもかかわらず、なぜかぬるっとそれが公認ではなくて推薦になっちゃって、そしてそれこれまでね、あのちょっと前まで立憲民主党で、つまり自民党と戦ってきて立憲民主にいた柿沢水戸さんって人がいるんですけれども、元柿沢外務大臣の息子さんですよね。でこの人に突如として推薦を出すんですよ。だから東京15区で自民党推薦っていう候補が2人いるって状況になっちゃって、で私もねちょっとうっかりしてたんですけど、先週まああんまり東京にいなかったこともあってね、そのなんか先週の終わりぐらいですかね、萩生田さんがその今村さんっていう、もともと東京都連で公認と言っていたね、人の応援に入ってですね、まあ江東区のある場所で応援演説でもうぶち切れちゃって自民党の執行部批判をしたと、要はその、まあ、今言ったようないきさつですよね、それを全部ぶちまけて、もう皆さん選挙民のね、あの有権者の皆さんには本当分かりにくい選挙になって申し訳ないと。いやそれはそうですよね、
いうことを言ったらしいんですね。で私もねちょっと違和感あるのは、まあ、結構あの私はそこの選挙区じゃないですけど、近いところの選挙区に住んでるので、あの柿沢さんって人はね、ものすごい結構地元では知名度はあるんですよ。すごい活動してる人だから、だけど私のお父さんよく覚えてますよ、私高校特に昔住んでましたから。そうですよね、亀戸でしたからね。でお父さんとは別で、まあ、息子さんはちょっといろいろあった人なんですけど、まあでもよく活動はしてて、もうポスターはいっぱい貼ってあるわ、しょっちゅうなんか選挙じゃない時でもこう車でねアナウンスしながら走ってたりとかいうのはあるんですよ。でも今まではその秋元司さんと、まあ戦ってる相手っていうことで認識されてたんだけど、いつの間に自民党にっていう、おそらく有権者もだから知ってる人だけど、え自民党だっけ、っていう感じだと思うんですね。そしたらどうも、谷垣さんという、谷垣あの元幹事長だった、自民党のね、谷垣さんと高校の先輩後輩かなんかで、でどうもだから秋元さんがもうほら自民党からは出れないねってのあったんで、自分ご自身が鞍替えしようとして、その谷垣さんに泣きついて、で谷垣さんがどうも今の選挙対策本部長かの遠藤さんに言ったという、なんかそれで変なことになっちゃったわけですよ。だけど私はね、まあちょっと萩生田さんがそのなんか応援演説でもう絶叫したらしいけれども、一体そのね元 OB の幹部が、元幹部 OB がね、要するにその、高校の先輩だったからって何だっていうんですかと、そんなことで選挙やられちゃたまったもんじゃないですよって、まあ本当にそうなんだけど、やり方があの細野さんとケースと似てますね。そうなの、何やってんですかと、で結局そうそう今おっしゃったね、静岡5区も、まあ、私地元 なんですけど、そうなんですよ。だから、あそこはまあでも自民党の候補はちゃんといるんですが、今まであの前職だった人がいるんですけど、あの二階さんが幹事長だった時に、まあ、細野さんは自民党に入ってもいないのに二階派に入るって不思議なことがあったでしょ、でしかも細野さんの集会にわざわざ二階幹事長が行ってね、当時それでもう彼に頑張ってもらいたいんだって言ったら、もうみんなつまり、あ今度は自民党から出られるのかってなるわけじゃないですか。だけど元々の自民党勢としては何してくれてんのと、そういうことになりますよね。だからこんなことばっかり起こしてたらね、相手は共闘してるわけでしょう、なのにこっちはもうどんどん分裂して、しかも党本部が、執行部がまさにそういう混乱をいろんな選挙区に持ち込んでるっていう構図なんですよ、で確かに地方の支部がね全て正しい判断するわけじゃありませんけど、でも今回のなんていうのはもう明らかにおかしいでしょう、いやだからそんなことばっかりやってるからね、落とさなくてもいいところも落とすことになりかねないわけですよ。まあ、15区はちょっと厳しかったと思いますけれどもね、で今村さんには本当にお気の毒だけれども、やっぱり知名度がないから不利は不利だったんですよ、だからといって柿沢さんにも推薦出して両方推薦とかもう本当にふざけてるよねっていう話なんです。東京15区といえば、私に悪態をついた、あの桜井誠さんも出るとこですからね。あ本当、あそうかそうかそうか、日本第一党のね、あそこで出るんだ、ただもう、あの調査の結果とか見てると、まあ支持 1% ぐらいしか集めてないので、まあ、ほとんど泡沫扱いになりそうな感じではありますけどもね、はい、だから私、まあ、冗談半分ではなく、なんか結構真面目に、あのこの番組にもねお越しになったことのある豊洲市場の生田義勝さんが出ればよかったのにって生田さんに言ったのよ、SNS で。生田さんならね、そうで、しかもあそこ江東区は豊洲市場のある区ですから、全国の方はねご存知ないかもしれないけど、で小池さんに散々ね風評大きくされて豊洲市場だって迷惑被ってるし、それからコロナでやっぱり豊洲の市場の方たちだって相当ダメージを被ってるわけですよね。だから生田さんみたいああいうキャラの人でね、しかもその、まあ、地元の市場でね、ずっと長年お仕事してらっしゃるっていう方だったらば、恩師名会でいつもね、そう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 、で自民党本部とも馴染みがあるから、それだったら本部もさすがに、あの一旦公認したけどやっぱり下ろして推薦とかわけわかんないことはできなかったんじゃないのかなって思ったりもするんですが、まあ、そういうね自民党側のわけわかんないオンゴールもあるんです。で今のその OB の暴走ってことで言うと、私谷垣さんそんなおかしな人じゃないと思ってたんだけど、 OB の暴走ってことで言うとこのね、はあ、山崎さん、いやこれさ、
もう正体見たりって感じだよ。あいや本当に実に何とも。あの今日のね、私その夕刊フジに書きましたけど、あの山田区さんはですね、2008年ぐらいにそれこそ安倍晋三さんとも大バトルを繰り広げていて、でそれは何でかっていうと、この山田区さんって人は、あのもうずっと昔から、まあ、北朝鮮融和派なんですよ、親北派なんですよ要は。でそのね、まあ、この人が何を言ってきたかっていうと、つまりそのもう拉致問題がはっきりしてからでさえもですよ、あの、まあ、強く一辺倒じゃダメなんだと、とにかく北と対話をしろと、それからその、まあ、何よりも国交正常化ありきなんだってことを言ってきた人なんですよ。それでもう安倍さんとガチンコでも大変なバトルになったりした人なんですよね。で拉致被害者からも全くその嫌われてる人なんですよ。で女性スキャンダルが多かったことは言うまでもないでしょ。だから一体北朝鮮との間で何があるんでしょうねって言いたいような人なんですけど、一方辻元清美さんは、まあ、これちょっとね選挙中なんで言い方多少気をつけなきゃいけないかもしれませんけどね、まあ、それも今日書いたんですけど、はい、かつてですね彼女はこういったことがあるんですよ、はい、あのね、まあ、ある、メディアのインタビューに答えてですね、彼女が言ったのはそのまあ拉致被害者拉致とか言ってるけれどもね、その北朝鮮に対して戦後賠償してないでしょと、まあ、なのに、9人や10人を返せって言ったってそんなの無理に決まってるって発言をして、で大賓縮を買って、でそれについていやあの拉致問題どうでもいいと思ったわけじゃないというふうに後からまあ釈明をしたっていう過去があるんですよね。でまあそれ以外にも辻元さんはあのピースボートを主催してた人で、はい、そのピースボートを主催してた時代にもですね、まあ、やっぱり北朝鮮に彼女はそのピースボートが寄港できるということをこう泣いて喜んだりとかね、まあ、いろんなものが発掘されてる人なんですよ。だからまあ2人とも親北派ね、そういう人たちがやっぱりつながってたんだなと。で、まあ、山田さんはその今84歳ですか、だからまあ相当ご高齢でね、まあ、その人をわざわざ応援演説に呼ぶ辻元さんもどういうつもりなのかなと思うんだけれども、はい、だって山崎拓さんが来たからって別に票が増えるとは思わないんだけどね。でこういうことをやっぱり言わせてしまうという、でそれを喜んであの、まあ、自民党にダメージ与えようと思ったんでしょうけれども、SNS で拡散してますよ辻元さんは。はで私はですね、まあ、今日も書いたんですけど、はい、まあもし山崎拓さん今でも自民党に党籍があるのであれば、もっとこの人幹事長ですからね、岸田総裁は即刻この人除名すべきですよ。だってここまであからさまな反党行為はないでしょ、自民党候補立ててる選挙区なんですから。確かにね。でここもねやっぱり辻元さん、まあ、なんか三つどもえの激戦なんですけど、要するに辻元さんと自民党の候補と維新の候補と、だけどねもうやっぱりその大阪で の, その自民維新のバトルがすごいのはもう私もよくよく知ってますけど、片方のことを言うと片方の陣営から私たちも文句言われてきたからね、それはもう知ってるんですけど、せめて大阪10区ぐらいはもう自民と維新で統一候補立てた方がいいと思うよ、辻元さんを倒すために。何をやってんですかと思うよね本当に。だから保守系と言われるところのね、大阪は政党特にこう申し上げたなんですが、いやいや近親憎悪的な感情が、まあそうなんですね、もともと自民党から分かれた人たちが維新ですからね。石原派の、ね、最高顧問を今やってるということですからね、山崎さんね。そうだから無関係ではないですよね、党籍については存じ上げませんけども。そうなんですよ、一時はね YKK なんて言われた方ですもんね。だって一時は自民党総裁候補だったんですけどね、まあ、趣味の悪さは昔からね指摘されてましたけどね、いろいろな本のタイトルまで思い出してしまいました。なんかあの女性に本書かれちゃった人よね。はい、あのひらがなで先生でしたね。あ、そうでしたね。そうなのね。その辺の趣味も相当悪い、昔からね指摘されてましたよ。で、その石原派もあの私もね昨日 SNS でちょっと書いときましたけど、石原伸晃さんが、まあ、石原派じゃないですか。でなんかそのご自分の選挙演説にね、まあ、クルド人の方を
まあ、あれもひどい話だと思うんですよね。なんかそのクルド人の方をまあ利用したみたいなもんなんですけど、いや何々さんとか言ってね、呼んで、でこの人はもう今日本に20年住んでんですと、でそのイタリア料理のシェフやってますと、こんな人でもその日本人になれないんですよ、そういう壁を私は取っ払いたいと思ってます。いやいや国籍の、つまり国籍審査っていうのは別に不当な壁じゃありませんからね、でその方がどういう人かは私は存じ上げないから、そのことの格論には触れませんけどね、別に日本のその国籍審査ってそんなに諸外国と比べて今や厳しくもないと言われていますから、何ですかその壁を、壁を取っ払いたいって。じゃあ誰でも、あのもう今日来たら誰でも日本人みたいなのが、日本国民みたいなのがいいと思ってるの、よくわかりませんね。だからその最近毎日新聞なんかがね、その一生懸命、あの国籍を持ってて選挙権を持ってる人たち、つまり我々有権者は、その国籍もなく日本に住んでいる外国人のことを配慮して投票すべきだとか、あるいは作家のユーミリさんもそんなようなことつぶやいてるんだけど、わかりました。全くそのまさに該当するニュースが今日入ってますね。あ、やっぱりこれ、ね、意味がわかる、これですよね、意味がわからないっていうかね、はい、何なのって思う。でそれに迎合してるかのような石原伸晃さんの演説があるわけですよ。はあ、ちょっと読んでおきましょうか、こちら、まさに有本さんがおっしゃられた通り、毎日新聞の記事の概要です。衆院選で繰り広げられる舌戦の行方を見守るのは日本人だけではないと毎日新聞は報じています。日本で働く在日外国人や技能実習生らも新型コロナウイルスで大きな影響を受け、選挙権はないものの日本で暮らす私たちを支えてくれる候補者や政党が当選してほしいと熱い視線を送っているとしています。また記事では滋賀県のブラジル人学校や滋賀県内の自動車部品工場で働く日系ブラジル人、香川県内の製造工場で技能実習生として働くベトナム人の待遇などを例に外国人労働者の窮状を紹介、外国人労働者の権利確保を支援する団体代表の在日外国人の待遇をどう改善するか、将来の日本経済のためにも総選挙の争点になってもおかしくないはずだといった言葉で記事を締めくくっているそうです。こうなっています。あの日本におけるその外国人の労働者の扱いについては、確かに制度上も問題がある面はあるんですよね。だけど、まあ、それとちょっと分けて考えさせてもらうならば、外国から出稼ぎに来ている労働者の方というのは、結局日本が人手不足だからということ、それを補うための、ある種の、この言い方は申し訳ないけどバッファーなんですよね。でずっと日本に住んで、日本国民になってくださいという、果たしてことなのかと、確かにね、今もはやその少子化本当に止まらないから、そういうことだって考えなきゃいけない現状だろうっていう人がいるけれど、もう何十年少子化って言われてから何十年経ってるのに、それに対しては何のね、抜本的な対策もしないまま、外国人を入れることだけずるずるとね、非常にこう八百長的なやり方で文句を開けてきてるわけですよ。それでいろんな問題が誘発されてるっていう現状なんですよね。だからまずその根本のところを改めなきゃいけないっていうことなんですけれども、やたらこの在日外国人がひどい目遭ってるっていうことを今すごく強調するでしょ。でこれはね、まさにね、山田さんが昔ね、その安倍今の前総理とそのバトルを繰り広げた時なんかもそうだったし、それから北朝鮮の拉致問題がその、北がね、小泉訪朝で認めるちょっと前にいろいろ問題がこうジャッキされてきた時も同じなんですけれども、違う話をすごくメディアが持ってきては、なんていうかな、みんなの関心をそらそうとするんですよ。で今まさにね、やっぱり日本の取り巻く安全保障の環境ってものすごい悪くなってる。でこの選挙中にだってロシアと中国が10隻の艦隊を揃えて日本列島をぐるっと一周してるわけですよ。だからこういうね、要するにもう安全保障上の危機なんだと、今こそ国防を立て直さなきゃいけないんだってことを、本当はそれだけを選挙で絶叫して戦ってくれてもいい状況なのに、全く
全く違う問題を持ってきて、なんか日本人にね、その外国と厳しく対峙しようとさせるのをやめさせようっていう動きをメディアが一生懸命するんですよ。それに迎合する政治家がいるわけですね。まあおそらく石原伸晃さんなんかは新聞パラパラっと見て、あ、今とりあえず外国人の権利ってことを言っときゃいいんだっていうみたいな感じでね、多分そういう演説したと思うんだけれども、まあ私はなんかもう情けないなと思いますね。でこうやってね、やっぱり自民党に苦言を呈すと、自民党の支持者の人たちからはそんなこと言うと自民党票が減るじゃないかっていうことを言われるんだけれども、まあ、自民党が今回ね議席を減らしたとしたら、もうそれ自業自得でしかないんです。さっきのね選挙区調整の問題だってそうだし、本当にこれは自業自得で、どちらかというと有権者そっちのけなことが多すぎるんですよ。それからね、やっぱりその、まあ、OB の幹部 OB とか、あるいは今現在だって派閥の領袖と言われる人が、そんなあさってのことばっかり言っていたりね、もう明らかな反党行為みたいなことに及んでるようなところを反省しないとどうするんですかと思いますよ。本当に頑張ってる候補者もたくさんいるのに、なんでそんなことばっかりやってるのというふうに思います。冷や水を浴びせるような、これね、在日外国人の話なんですけども、はい、国籍法が改正されてもうどんぐらいですかね、だいぶ経ちましたけど、まさに、河野洋平さんが暗躍したと言われてますけども、日本の国籍取得要件がだいぶ緩和されましたよね、あの時にね、で私ちょっとびっくりしちゃったのは、そこまで行って委員会でねご一緒したことがあるんですが、張恵子さんというね、元 CCTV のアナウンサーだった方、この方は日本国籍取得してるんですよ。で、なんで日本国籍も取ったんですかって聞いたら、だって中国のパスポートより日本のパスポートの方が使い勝手がいいんだもんって言ったんですよ。で、日本が好きとかね、日本人になりたいっていうそういう気持ちとは関係なしに、心はもうまんま中国人のまま、共産党だって言ってること共産党のなんか代弁をずっとしてるような人ですからね、だからもう近平のポチーですわ。その人がですよ、パスポートが使い勝手がいいからって言って日本国籍取得してるんですよ、ビザカードみたいな感覚ですよね。そうそう、もういい加減にしてほしいと思います。で、大体日本に、まあ、在留資格を持って日本で働いて納税をして、特別そのなんか犯罪とかの履歴がなければ、なんか6年だか8年だか忘れましたけども、普通に国籍取得できちゃうんですよね。そうですね、はい、だからそれね、本当にね、例えば中国出身者でも日本の文化に触れて、なんか日本人として生きていくことにすごく喜びを感じてですね、それで日本国籍取得してくれる人はね、いいと思うんですけども、そうじゃないのに日本に対して敵対心を持ち、近平のポチがですね、パスポートがどうのとか言ってですね、そんな損得勘定で日本国籍なんて、そんなのが横行したらとんでもないことになります。だから日本国籍取得要件が、かなり高いならば、ね、外国人の人が日本国籍取得して選挙権を行使するっていうのはいいかもしれませんが、こんなゆるゆるのね、どんな思想心情かも分かんないの連中にボンボン国籍渡しておいてですよ、その人が日本人として投票するわけですから、ましてやこの在日外国人にですね、ゆるーく選挙権なんか渡したら、とんでもないことになりますよ。いや、それはそう思いますよ、はい、本当に。張さんはね、私も何でしたっけ、ね、あれテレビタックルかななんかでご一緒したことあるんですけど、なかなかなんていうかな、まあそれももう 3、4年前だから、なかなかでもね、今時だんだん少なくなった分かりやすい中国の代弁者ですよね。そうですね、もう完璧な、在日中国人のね、その結構その中国政府のね代弁者的な役割を果たしてた人も、だんだん少なくなっていってたんですけれども、彼女は非常に忠実ですよ ですね。ただ今武田さんおっしゃった、そのいや日本のパスポートの方がどこにでも行きやすいからっていう理屈は、蓮舫さんと一緒じゃない、そうです ね、まさにね、まさに蓮舫さんがその二十何年も前に私の雑誌でのインタビューで答えたこととそのまんまだから、まあそういう人たちも一定数いてね、でしかもそういう人でも国会議員になって大臣になったりするっていうのが日本ですよ。でなかなかね、思想心情っていうのはこう心の中ってこうかっさばいて見るわけにもいかないし、それから日本はやっぱり内心の自由あるわけだから、それなかなか難しいとこですけど、でもね、確かに日本の機械というのは本当に関平さんなんかおっしゃってるけれども、まるでそれこそクレジットカードの審査みたいだと言ってますよね。大いに
質が全く異なるものですけどね、のはずですけどね。ありがとうございました。ではここでですね、